1789年7月12日のドイツ人、このエレン隊、1804年のハンガシャルル・ジェーヌド、ロレーヌは、フランスの貴族、軍人。ランベスク公、ブリオンヌ博及びエルブフ公。フランス革命期に民衆の抑圧者の一人として憎悪され、国外に逃れて、オーストリア帝国軍に仕官した。ドイツ語名は、カール・オイゲンフォン・ロートリンメン。ギーズ家の一員である。 ブリオンヌハクルイシャルルと、その3番目の妻ルイーズ・ド・ロワンの間の長男として、生まれた。10歳で父を亡くし、先祖が代々世襲する王室主め頭の宮中職を継承した。1763年、本家筋のエルブフ公、エマニュエル・モーリスが死ぬと、エルブフ公爵位を相続したが、宮中では一般に、ランウェスク公と呼ばれた。ルイのマリー・ア,アネットは、 ディーズ家の本家ロレーヌ家の出身だったため、ランベスク公とその家族は王妃から非劇にされた。王妃はロレーヌ一族の吉見で宮中の監修に反してまで、ランベスク公一家を特別扱いしたため、ベルサイユ宮廷の人々の反感を買った。ランベスクは軍人として順調に出世し、1778年にドイツ人、このエレン隊の連隊長に任命され、 1788年3月9日には、巡庄となった。また三類軍事勲章を授けられていた。フランス革命が勃発した当初、ランベスクの率いるドイツ人、このエレン隊は、宮廷とその周辺の秩序を維持する上で重要な役割を与えられていた。1789年7月12日、前日の財務大臣、ジャック・ネッケルヒメンに触発された。 パリの民衆が暴動を起こした。ランベスクはパリのルイ15世広場に集まった民衆を広場から排除すべく、このエレン隊を率いて現場に向かった。しかし民衆側の投石を受けた連隊は民衆を県で攻撃し始め、暴動に参加していなかった一般市民まで殺傷する事態に発展した。この事件では一人が死亡し、数人が負傷した。ランベスクは 近くの橋を占拠しようとしたボートの企みを抑えるための行動だったと弁明し、罪に問われることはなかった。しかしランベスクの起こした民衆殺傷事件は、国王の軍隊が民衆に対して歯を向けたと民衆に受け取られ、王室に対する国民的な信頼を損なうことになった。また無罪となったランベスク自身もこの事件の責任者とみなされ、民衆に憎悪されるようになった。 このランベスク事件の2日後、バスティーユ襲撃事件が起きている。1791年、ランベスクは革命の進展とともに立場が危うくなり、ついにドイツ人、このエレン隊の連隊長を辞して、弟のボーデモンコージョゼフとともに国外に脱出した。そしてマリー・アントワネット王妃の実家のあるオーストリアに移住し、1791年6月18日に、 新生ローマ皇帝レオポルト2世から、オーストリア軍の陸軍少将の地位を与えられた。同年10月には、ブラジウス・フォンベンダー元帥の率いる、オーリオネーデルラント中東軍の旅団長及び、第37景気兵連隊の連隊長とされた。彼は1794年5月22日のトゥルネーの戦いでは、第18景気兵連隊の四個中隊を率いて、 サンプルーブの高地に陣取ったフランス人不評部隊に突撃を行い敵500人を戦死させ大砲三門を奪ったこの選考により彼は1ヶ月後の6月22日に第21景気兵連隊の連隊長に任命されたその4日後の6月26日に行われたフルールスの戦いにも参加している1796年3月4日には 陸軍中将に昇進し、ダゴベルトジークムントフォンブルムザー原水の帰化で、ライン川上流地方で戦った。同年5月11日には、マリア・テレジア軍事勲章司令官級勲章を授けられた。同年の晩下に、相次いで戦われたアンベルクの戦い及びビュールツブルグの戦いでも、先行を立てた。第二次大仏大同盟戦争中の1800年には、 シュトッカフ派の戦いに参加する。1806年12月3日に、騎兵大将に昇進し、同時に、ウィーン宮廷所属のこの絵部隊の一つ、アルツィエレンこの絵隊の隊長に就任した。1808年には、金曜毛騎士団の騎士に任じられた。1815年に、フランスの王政復古が実現すると、ランベスクは剥奪されていた社会を回復し、ルイ18世用によって、 フランス軍の元帥に列せられた。しかし1789年に自身の率いる連帯が起こした民衆殺害のためにランベェスクはフランス国民から憎悪されていたのでフランスへの帰国は断念せざるを得なかった。彼はオーストリア移住後に二度結婚したが子供を儲けることはできなかった。彼が1825年に死去したことで ギーズ家の諸系統の中で唯一続いていたエルブ不公爵系統が耐えたため、ギーズ家は最終的に断絶した。ランベスクは生涯に二度結婚したが、いずれも離別に終わり、間に子供もなかった。ありがとうございます。